お元気ですか、ボクチミです。今回は2023阪神タイガースベースボールカード開封動画前編でございます。こちらはワンボックス、ワンパック7枚で、ワンボックス18パック入りでございますので、9パックずつね、やっていきたいと思います。まずは前編の9袋ずつやっていきたいと思います。まずはね、前編の1袋目でございます。及川正樹選手、カイル・ケラー選手、原口文人選手、青柳晃洋選手のカードでございます。で、森下翔太選手のこちらね、カードなんですけどね、ちょっとねシルバー模様になっておりますが、これがね、限定カードでございます。こちらがですね、200分の49となっております。こちらでございます。茨城秀俊選手のキラカードでございます。北海道出身でございます。中川隼人選手でございます。2パック目開けたいと思います。これ西純也選手でございます。これはニューカマーのカードですね。ケラー選手で、ごめんなさい、ケラー選手でございます。岡留秀隆選手でございます。西勇輝選手でございます。中野拓夢選手でございます。キラカードでございます。 WBC の侍ジャパン代表でもありました。高枝裕樹選手、前川右京選手でございます。3袋目でございます。ちょっとごめんなさいね、ちょっとピントがずれました。西勇輝選手のカードでございます。坂本誠志郎選手でございます。島本博也選手でございます。青柳晃洋選手でございます。坂本誠志郎選手のこちらカードでございます。小野寺段選手でございます。佐伯ひろと選手でございます。4袋目でございます。ジェレミー・ビストリー選手です。熊谷隆弘選手でございます。西純也選手でございます。で、渡辺亮選手でございます。日本ハムからね、トレードで加入しました。大山雄介選手の、カードでございます。で、カイル・ケラー選手のキラカードでございます。で、小川一平選手でございます。5袋目開けたいと思います。島本博也選手でございます。
渡辺理央選手でございます。先ほど言いました、日本ハムから、トレードで加入しました。岩崎優選手でございます。いつぼひなせ選手でございます。でこちらですね、西勇輝選手のこれね限定カードでございます。わかりますでしょうかね。ゴールド模様にこうやってね、丸型がねこういうふうに何度もね浮かび上がっていく、仕様となっております。でこちらがね60枚の15となっております。でヨハン、ミーセス選手でございます。ドッキラカードでございます。佐藤輝明選手のカードでございます。6袋目でございます。ノイジー選手でございます。これニューカマーのカードですね。原口文人選手でございます。藤田健人選手でございます。でこちらがですね、小畑雄平選手の、カードとなっております。で秋山拓実選手の、こちらカードでございます。大山雄介選手のカードでございます。遠藤城選手でございます。7袋目でございます。高浜優斗選手でございます。こちらもね日本ハムからトレードで、阪神タイガースに入団しました。梶谷廉選手でございます。またねちょっとねピントボケがしました、失礼しました。高橋遥人選手でございます。森下翔太選手のカードとなっております。島田海里選手でございます。こちらカードでございます。佐藤輝明選手でございます。門別圭斗選手でございます。8袋目でございます。熊谷隆弘選手でございます。湯浅敦樹選手でございます。カエル・ケラー選手でございます。岩崎優選手でございます。岩佐裕太選手でございます。大竹耕太郎選手でございます。ソフトバンクからね、現役ドラフトでね加入しました。浜地真澄選手でございます。最後の9袋目でございます。梅野龍太郎選手でございます。及川正樹選手でございます。板山雄太郎選手でございます。中野拓夢選手でございます。これ WBC でございます、侍代表でございます。門別圭斗選手のキラカード。高山潤選手で最後に秋山拓実選手でございます。以上で2023阪神タイガースベースボールカード開封動画前編を終わりたいと思います。で途中でね、ピントボケが発生いたしました、大変失礼いたしました。まだね直筆サインカードは出ておりませんのでね、後編に期待したいところです。後編も
9パックやりますので、よかったら見に来てください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。